1月28日、1月30日から始まる愛媛伊予柑消費宣伝キャンペーン出発に先立ち、JA 全農愛媛の小越県本部長と愛媛伊予柑大使らが愛媛県庁を訪れ、出発の報告及び中村知事に伊予柑を贈呈しました。愛媛伊予柑大使の古谷さんは、このキャンペーンを通して美味しい愛媛伊予柑を一人でも多くの方に召し上がっていただき、より多くの方に愛媛伊予柑のファンになっていただけるように、愛媛の代表として元気に明るく笑顔で PR していきたいと述べました。伊予柑を試食した中村知事は、今年の伊予柑は酸抜けがよく美味しい、大いに宣伝をし、いい予感をそれぞれの地域にプレゼントしていただけたらと述べました。